いいよ。みなさんこんにちは、ねねです。キキです。あです。今回はパパクッキングです。わー、負けた。今日はライスボール、たこ焼き器使ってライスボールやります。はい。あ、でかいかも。今日ちょっとめっちゃ真剣だから俺。オッケー。超真剣だから。だからラップを使ってくるくるくるってやるとまんまになる。いい主婦の豆を教えた。主婦の豆って豆に入れてる。何味いや、ムーミンだわ。ムーミン無香料。美味しそう。美味しそうだよね。カリカリになると思うよ。美味しそう。美味しそうだね、ちょっとね、うん、めっちゃいい音してる。あ、みちょん買うの忘れたね。確かに確かに。ガニ串竹。明日も変わらない。いや、あの、全然違うじゃん。接地面積が少ないからこっちの方が焦げがきつかないで丸められる。串竹。これがサムネでいくめ。これほんとこれこの米だけでいいぜめ。すげえマジ楽。これだとライスボール楽め。今人生で3番目ぐらいに真面目。すげえ真面目、真剣。3番目ぐらい。3番目すげえ。3番目だけど1番と2番が分かんない。すごいマジで面白い。おもめ。全然真面目じゃない。おもめ。おもしろいぜめ。なんかたこ焼きみたい。そう、たこ焼きのフライパンを使ってるんで。まだぜめ。いやもうさ、あの表面のさ、うん、味付きがなんか全然違う気がするね。うまい、うん、え、こんなに変わる。え、そんなに。パパどこ食べたの。今ちょっとつまみ食いしてた。帰ってみた。え、これ今度焼きおにぎりバージョンを食べたい。焼きおにぎりバージョンじゃないの。これライスボール。焼きおにぎりバージョン。これが焼きおにぎりじゃない。あれ味付き。味付き。あの醤油とかで。ああそういうこと。絶対美味しくない。美味しいかどうかは作り方ぜめ。絶対いい気でめ。ライスボールって意外と焼けるの時間かかるよ、うん、多分カメラ越しじゃ伝わんないと思うけどすげえいい音してる。マジ、うん、これで聞こえてる、うん、100倍いい音してる。でもやばい、ここめっちゃ美味しそう。今、名工のルーボーを作ってるから。名工のルーボーをリーカーのリーカーにしてるから。回さなくてもいいんだけど、その回してる方がさ、映像的にさ、マジで名工のルーボーうまそうなんだけど。名工ルーボー。そう、マイクだよ、これ。マイク。そう、マイク。ただから。ねえ、見てみ、可愛くないんだね。すごいよ。めっちゃ美味しそう。かわいい。見えた？見えてる。これでしょ。なんかそう。ちゃっちゃらー。まだ熱いかも。超熱い。ちょっと待って。やだ。すごい湯気が。映るかも、これ。この暑さ、お、すごいすごいすごい、映ってる。暑さが伝わる。めっちゃ端に置く。
クスはチーズ。もう一回行くの？さあ、もう一回行くよ。まあ、あれですぐなくなっちゃう。なんでこれにやってんの？これがね、油をやるやつなんだぜ。油を塗ると焦げにくくなる。焦げついてる。おお、いいよ。時間かかるの、意外と。てってるるってるるってるるってるてってるって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 るってるるってるってってるるって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 。この役は本当時間かかるの。かかるね。何ポーズ？穴をほじるな。完成。お、できた。なんか置かないか。すごいじゃん、まん丸ちょうど。さすが中卒。さすが中卒の計算。中卒の計算。いただきます。いただきます。これはいい？あ、いいよ。うん。手でいいの？あ、手でいいよ、それ。手でもいいよ。多分ベタベタしないと思う。さあ、どうかな。みんなには焦げてるみたいだけど、カリカリですので。どう？熱い？あ、まだ熱い？あ、熱い？うん。でも湯気出てないから。うん。違う、ちょっと焦げの味がするんだ。ああ、そういうことね。じゃあ、白いのがいいかも。うん、白いの食べよう。なんか、おまほいの焼き鳥の味がする。ああ、焼き鳥の味がする。焦げの味がする。しないっしょ。うん、だれ、それ全然焦げてない。うん、おいしい。しなくない、これの味。これおこげって言うんだよ、おこげの味。うん、こげじゃなくて、あのカリカリせんべいって。うん、米せんべい。うん、そう、米せんべい、米せんべい。あー、もう一個いただき。え、うん、あ、全然違うね、風味が。違うよね。うん、別も食べれる。ほんと？じゃあ、全部食べれないから一口に。ほら、お、あれ、あれ食べれる？うわ、食べた。もうすごい。すごいじゃん。ねえ、きゅうりなんか食べた。食べる？はい。前ねえが作ったきゅうり。太っ。じゃあ細いのにしたら。あ、して。まだ飲み込んで。嘘だった。美味しいでしょ、米。今日はアサリのお味噌汁。昨日笑った。ママが触るなって書いてた。そう、砂抜きっていうのやった。俺よく気づいたね。パパ気づかなかったよ。触るなって書いてあるの。これ書いてあげて。これ書いてあげて。これ書いてあげて。もじもじしてるから食っちゃった。これ書いたらやった。ケーキ、お姉ちゃん他の食べてるから。スープは飲めるかな。ね、映ってる、ほら。飲んだ、飲んだ、スープ飲んだ。ねねも飲んで。熱い。本当熱いのになってないね、今ね。どう？うまい。スローモーションになったよ。あ、あ、やれないの？感想お願いします。
ノーコメントですか。お本当のお焦げの味は苦手なんだ。なんか全然聞きにはあんまだったね、うん、いや、あとは家族はゆっくり食べますにする。じゃあ、じゃあ家族はゆっくりあとまだまだゆっくり食べます。あと家族はごゆっくり食べます。ロングショーじゃ